السلام عليكم رمضان مبارك رمضان وبركاته ございます بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله まずはラマダンにつきものの断食再開ファースティングソウムシアームの意味を再確認するところから始めていきたいと思います。これは言葉の意味としてはもともとコランの第19章マリアム章の26節にあるように抑制自制慎むことを意味します。シコナッラがマリアム様にこういうように命じておられるわけです。アウズビラヒミナシェイトアニルラジンビスミラヒラハマニラヒムインニナダルトリラハマニソウマンファランウカリマリヤウマインシヤ私は慈悲深きお方にソウムを約束しました。だから今日は誰ともお話をしませんと。これが転じてイスラムの専門用語としては早朝ファジュルの入り時刻からマグリブ日没の時間に至るまでアッラーのためにという任意や気持ちを持って気持ちを伴いつつ断食を解いてしまうものムファッテラートから身を慎むこと身と心を慎むことを言うわけです。もちろん最初の一歩としては断食を直接解いてしまうことになる飲み食いしないことからとなるわけですが望ましくは精神的な意味合いで断食を解くことになる悪いものを見ない言わない聞かない理想的には思わないところまでがこのサウムスヤームが意味するところなわけです。無論例えば月経中の女性であったり産褥中の女性あるいはずっと病気の状態のある方ですとか旅行中の人ですとかと断食が免除される方を除いての話です。願わくは皆さんが実り大きいラマダンを過ごせますように。アッサラムアレイコムワラハマトゥラヒワバラカトゥ。